フェラーリ330は、かつてイタリアの自動車メーカー。フェラーリが製造していた12気筒エンジン搭載のグランドツアラーシリーズである。2プラス2のクーペをベースに、2シーター、レーシングカーを含め1963年から1968年まで生産された。モデル名の330は、エンジン1気筒あたりの容量約 330cc に由来する。 初期モデルの330アメリカは実質的にエンジンが4リッターになった 250GTE だった。後継の 330GT にプラスには独自のシャーシとボディを持つに至った。二シーターの 330GTC、GTS はシャーシが275と共通である。ミッドシップレーサーの 330P はフェラーリ P シリーズに属するモデルでもある。エンジンはシリーズを通して ジョアッキーのコロンボが設計した 3967CC の V 型12気筒サイチェシーが搭載され、ボア間の拡大やダイナモからオルタネータへの変更などの改良が加えられた。330シリーズは後継の 365GT シリーズへのバトンタッチに伴い1968年に生産終了した。1963年式の330アメリカは、 社名のアメリカバッジをまとった新型車の体であったが 250GTE のシャーシを流用しエンジンを新型の4リッターのティポ209型 V12 に換装したものであり同サイズのピレリチンプラーとタイヤを履く点においても実質 250GTE のシリーズ3と呼べるようなモデルだった。 次期 330GT にプラス2以降までの間に50台が生産された。暫定モデルの330アメリカは短命に終わり、すぐさま後継の 330GT にプラス2が1964年のブリュッセルモーターショーで発表された。4灯ヘッドライト搭載やボディラインの変更など独自のデザインを与えられ、250GTE の エンジン替えモデルだった330アメリカとは一線を隠した。エンジンは引き続き 300PS を発揮する4リッター v 1 2が搭載され、ホイールベースは 50mm 延長されたがコニのショックアブソーバー採用などによりハンドリングは向上した。ダンドップのデュアルサーキットブレーキシステム採用による現代的な前後独立系統の四輪ディスクブレーキが搭載され、 キレリチントラーとタイヤは 205VR15 にサイズアップした。1965年のシリーズ2からは従来のオーバードライブ付き4足に変えて5足ミッションが採用された。他主な変更点としてヘッドライトが2灯に戻り、伝統のワイヤーホイールから単造系合金ホイールに変更、エアコンとパワーステアリングがオプション設定された。シリーズ2の 生産前に125台の中間モデルが存在し、衣装はシリーズ1の4頭ヘッドライトながら、メカニズムはシリーズ2の5速ミッションと吊り下げ式ペダルを備えていた。330GT にプラスには中間モデル125台を含む625台のシリーズ1と455台のシリーズ2が生産され、1967年、 後継モデルの 365GT シリーズにバトンタッチした。ただし軽量スポーツモデルの 330GTC、GTS だけは翌年まで生産された。330GTC と 330GTS は、クーペボディの GTC が1966年3月のジュネーブモーターショーで、スパイダーボディの GTS が同年10月のパリサロンでお披露目された。 3 3 0 g t にプラス2と異なり、2シーターであるテニア、ショートホイールベースのシャーシを共用し、前後独立喧嘩のサスペンションを踏襲、同サイズのミシュラン XWX タイヤを履くなど、より275に近い存在だった。エンジンは3 3 0 g t にプラス2シリーズ2と、ほぼ同仕様の4リッターティッポ209、6660度 V12 サイチェシーを搭載した。 この頃のフェラーリは従来と比べ、格段に静粛かつ容易にドライブが可能なスポーツカーとなっており、おそらく初めてカーラジオのリスニングを楽しめるフェラーリであった。1968年、後継の 365GTC、GTS が登場するまでの間に、クーペ約600台、スパイダー約100台が生産された。1974年、 イタリア系アメリカ人のカーインポーターであり、レーサーでもあったルイジ・チネッティの依頼により、1967年式の 330GTC にワンオフのザガートボディを仮装したスペシャルモデルが製作された。タルガトップボディを持つ、この個体は通称ザガートコンバーチブルと呼ばれた。1974年のジュネーブモーターショーに展示された。1966年、 330GTC をベースにした4大限定のスペチアーレモデルがピニーファリーナにより製作された。シャーシとドライブトレインは 330GTC の流用だがボディデザインはこのスペチアーレ唯一無二のものであり、365カリフォルニアをはじめピニーファリーナが手掛けたフェラーリ各社のデザインエッセンスを取り入れたデザインとなっている。 1967年のブルッセルモーターショーで発表された後、ベルギー王女のリリアン・バエルや、バリラ社長夫人のマリア・マダレナデリスカを含む顧客に納車された。1970年代初頭、スイスのスペシャルビルダー、フェルバー自動車が製作したワンオフ車両に、フェラーリの名称使用許可が下りた。パンサー FF と名付けられた。この車両は、 330GTC のシャーシにパンサーウェストウィンズ製作の古風なロードスターボディを仮装したオープン2シーターで1974年から1977年の間に6台もしくは7台のプロトタイプが製作された。1963年 GT レース用車両の 330LMB が4台製作された。330LM とも呼ばれるこのモデルは ミッドシップの 250P と共に発表された。基本的には FIA のホモロゲーション変更に合わせ 250GTO を発展させ、330シリーズの4リッター v 1 2エンジンに対応させたものだった。330市販車の 300PS6600RPM に対し7500回転で 390PS を発揮した。 基本骨格は 250GT ルッソだがフロントは 250GTO とよく似ていた。しかし 250GTO とシャーシやボディがほぼ共通の 330GTO とは多くの部分で異なっていた。ホイールベースが 2420mm と 250GT ルッソより 20mm 長く、リアタイヤのクリアランス確保のためリアフェンダー上部が大きく膨らんでいた。 主力がミッドシップ社に移行する時期となったため、330リットル MB のレース実績は少ない。1963年のセブリング12時間レースに1台出走し、途中リタイア。同年のルマン24時間レースでは3台が出走し、ジャックシアーズ、マイクサーモン組が5位、完走、2台がリタイア。これが330リットル MB ワークス参戦の、 最終レースとなった。330P は330のエンジンをミッドシップに搭載したレース車両で P、P2、P3、P4 の4モデルが存在する。330P4 のエンジンは8000回転で 450PS を発生し、792kg と軽量な車体と相まって最高速度は時速 320km を誇った。EN テンプレート、フェラーリ、ありがとうございます。